ビルヘルム1世は、第7代プロイセン王、北ドイツ連邦主席、初代ドイツ皇帝。第5代プロイセン王、フリードリヒ・ビルヘルム3世の次男、兄である、第6代プロイセン王、フリードリヒ・ビルヘルム4世に、子供がなかったため、1861年の兄王の、崩御で、プロイセン王に即位した、軍政改革をめぐって、 衆議院との対立が深まる中の1862年に、オットー・フォン・ビスマルクを首相に任じ、軍政改革を無予算統治で断行、ドイツ統一戦争に乗り出し、1871年の不仏戦争の勝利で、ドイツ皇帝に即位して、ドイツ統一を達成した。ビスマルクとはしばしば意見対立しながらも、法御まで彼を首相として徴用し続けた。 1797年3月22日に、第5代プロイセン王、フリードリヒビルヘルム3世の次男として生まれた。1807年に、プロイセン軍に入隊し、解放戦争にも従軍、ナポレオンを生み落とした革命への憎しみを強めた。1829年にザクセンバイマル・アイゼナ派、大公女・アウグスタと結婚した。1840年に、この内野に、 フリードリヒビルヘルム4世が即位すると推定相続人となる。1848年革命の際には自由主義派の憎悪の対象となり、一時イギリスへの国外亡命を余儀なくされたが、革命の勢いが衰えた後に帰国。豪直な武断派として自由主義者を弾圧して、流弾王子と呼ばれた。1849年からコブレンツ選定高級殿で暮らすようになったが、 これ以降自由主義的な日、アウグスタの影響を受けて、自由主義勢力と信仰を持つようになり、州法堂と呼ばれる自由主義的保守派勢力が彼を取り巻くようになった。1857年に、兄王が精神病となり、プロイセン憲法上彼が摂政となるべき状況となったが、兄王を取り巻く強硬保守勢力、カマリラが彼を憲煙したため、憲法上根拠がない。 国王代理という地位に就任した。この地位にある間は独自の政策を行うことを避け、兄王の従来の政策を踏襲した。やがてこの地位の憲法上の根拠のなさが問題視され、1858年に至って摂政に就任した。摂政就任後には自由主義に一定の理解を示した独自の政策を開始、カマリラを失脚させて、 自由主義的保守派貴族による新時代内閣を誕生させた。アルブレヒト本郎に立案させた、軍政改革を目指したが、これにより自由主義勢力との対立が始まった。1861年1月2日、兄王の崩御により63歳で第7代プロイセン王に即位。同年11月に行われた、総選挙で自由主義勢力が衆議院の多数派を得たため、 軍政改革をめぐる自由主義派との対立が激化した。自由主義勢力の台頭に危機感を抱き、新時代内閣を更迭して政権の保守化を強めた。衆議院との妥協にも衆議院へのクーデターにも消極的であったビルヘルムは対の意向を強めたが、ローンと親しい夫フォンビスマルクを引見した際に、無予算統治によって軍政改革を断行する彼の覚悟を聞いて期待感を抱き、 彼を首相に任命した。ビスマルクの主導のもと、軍政改革は無予算統治で断行された。1863年にオーストリアの主導で開催されたドイツ諸公会議には出席の意思を強めていたが、ビスマルクの説得を受け入れて断念した。1864年にシュレース・ビヒ・ホルシュタインをめぐって発生した対デンマーク戦争ではアウグステンブルク港、 フリードリヒの独立広告構想を強く支持したが、シュレースビヒホルシュタイン併合を狙うビスマルクの説得により断念した。戦後、ビルヘルムもシュレースビヒホルシュタイン併合論に傾き、オーストリアとの対決路線を取り、1866年の広島戦争においてオーストリアを下した。講和交渉をめぐっては、オーストリアやザクセンに寛大な講和条約を目指すビスマルクと一時、 対立したが、最終的には、ビスマルクの説得を受け入れている。広島戦争の勝利により、オーストリアが、連邦議会議長国を務めるドイツ連邦は、解体され、プロイセン王を名手とする北ドイツ連邦が創設され、ビルヘルムは北ドイツ連邦主席に就任した。ホーエンツレルン・ジグマリンゲンへのレオポルトの、スペイン王立候補計画には、フランスとの対立を懸念して、 消極的だったが、バート・エムスでの保養中、フランス大使からフランス国民への弁明を要求された際にはこれを拒否した。ビスマルクはこの一件についてドイツナショナリズムとフランスナショナリズムの双方を煽るような内容で発表した。これにより北ドイツ連邦は南ドイツ諸国と合同で不仏戦争に突入した。同戦争の勝利により南ドイツ諸国が 北ドイツ連邦に参加する形でドイツ帝国が建設され、ビルヘルムはドイツ皇帝に即位した。ビスマルクが行った大カトリックの文化闘争をめぐってはプロテスタントにも影響する場合にはブレーキをかけた。ビルヘルム暗殺未遂事件がきっかけで1878年に制定された社会主義者鎮圧法については積極的に支持した。 自由主義的な皇太子フリードリヒを敬遠し、保守的な高尊ビルヘルムに期待感を持っていた。1888年3月9日に崩御。皇太子フリードリヒが、フリードリヒ3世として即位したが、彼も在位3ヶ月ほどで崩御したため、ドイツ皇位、プロイセン王位は、孫のビルヘルム2世に引き継がれた1810年の、 ビルヘルム王子を描いた、七1797年3月22日に、プロイセン皇太子、フリードリヒ・ビルヘルムと皇太子妃、ルイーゼの次男として、ベルリンの皇太子宮殿に生まれた、兄であるフリードリヒ・ビルヘルムと同様に進学者、教育者、フリードリヒ・デルブリュックから教育を受けた。ナポレオン戦争中には、ロシア帝国に亡命し、 ケーニヒスベルクやメーメル、サンクトペテルブルクなどで暮らした。1807年にプロイセン軍に入隊し、1814年に大尉としてフランス皇帝、ナポレオン・ボナパルトの支配に対抗する解放戦争に従軍し、先行を挙げて、鉄十字章を受けた。この戦いを通じて、ナポレオンを生み落とした革命を激しく憎むようになり、革命から王権を守れるのは、 軍隊だけであると確信するようになったという。1818 18年に、この f 兵旅団の少々、1825年には、この絵軍団の中将となる。ビルヘルムは、兄をフリードリヒ・ビルヘルム4世とは、性格も外見も違っており、青年時代はその長身と容姿で、社交界に浮き名を流したが、登園にあたるエリザ・ラジビューブナ公女との恋愛結婚は、 家柄の問題など様々な政治的思惑から実現しなかった。1829年、ビルヘルムはザクセンバイ・マルアイゼナ派大公女アウグスタと結婚し、後のフリードリヒ三世とルイーゼの西を設けた。長い平和の間に軍人としての研鑽を積み、またしばしばロシア首都サンクトペテルブルクに派遣されて外交官として活躍した。1840年に、この内野に、 フリードリヒ・ビルヘルム4世が即位したのに伴い、第一位大井継承権者となり、プリンツフォンプロイセンの称号を得た。創年期のビルヘルム王子1848年3月に、ベルリンで自由主義者、民主主義者、ナショナリストなどの市民軍と国王軍が衝突したことで3月革命が発生した。宮廷内の軍支持者の代表格として知られていたビルヘルム王子は、 市民の最大の憎悪の対象だった。国王軍の蛮行の責任を彼に求める論調が強まり、彼の名前を入れた市内の御用商人の看板が次々に破壊された。ベルリン警視総監はビルヘルム王子が市民から命を狙われていると報告した。兄をフリードリヒ・ビルヘルム4世は第一位多い継承者である弟に万が一がないようにと排除し、急遽 ビルヘルム王子に英国女王ビクトリアに会見する任務を言い渡した。3月19日にビルヘルム王子は亡命に近い形で国を離れた。妻も伴わずの亡命であり、ビルヘルム王子は妻も兄も見捨て逃げてしまったと自責の念に苦しんだという。しかし、中英大使クリスティアン・カール・ヨシアス・フォン文前に励まされて何とか立ち乗ったという。 国王自身は脱出計画を思いとどまり、市民軍の管理下に入り、妥協できる自由主義者と結んで革命を恩恵化させる道を選んだ。ガス抜きの自由主義内閣を誕生させ、間もなく革命の勢いが落ちてくると、国王は5月12日にビルヘルム王子をイギリスから呼び戻すとの発表を行った。これに反発した市民が再び自行進を行ったが、 すでにそれは国王を包囲させるほどのものではなかった。その後保守主義者が反転攻勢を強め、フランクフルト国民議会が定めた国民主権のフランクフルト憲法と同議会から下された提款をアニオンは拒否した。これに反発した自由主義者、民主主義者、労働者団体などの間で憲法制定を求める運動が高まり、憲法を拒否した報告を中心に放棄が発生した。 多くはすぐに鎮圧されたが、バイエルン王国領プファルツ地方とバーデン、対抗国での反乱は拡大した。特にバーデンでは、革命の影響で、常備軍が人民軍に解組されていたこともあり、5月14日には、バーデン対抗レオポルトが亡命して、プロイセンに助力を行う事態となった。これを受けて、ビルヘルム王子を司令官とする2個軍団、約6万人が、 反乱鎮圧に出征した。バイエルンは、プロイセン軍の干渉を嫌い、鎮圧要請をしていなかったが、ビルヘルム王子の軍は独断で、プファルツ地方に進軍し、バイエルン政府から自己承認を得て6月14日に、プファルツ地方を占領した。さらに革命派が政権を掌握して、社会的民主共和国を宣言していたバーデニエ、侵攻し、 新政府家臣の国家理念に背いた者には容赦は、無用として徹底的な鎮圧を命じ、マンハイム、フライブルク、ラシュタットなどで捕虜にした、革命家や人民軍志願兵部隊を、士官、一般兵とわず無差別に処刑した。その断固たるやり方に対して、民衆の間に、非常な憎しみを呼び起こし、流弾王子というあだ名をつけられた。フリードリヒエンゲルスは、ドイツ人民は、 ラシュタットの大量銃殺と防弾室を忘れない。このはずべき行いを命じた支配者どもを忘れないと書いている。1849年にベスト・ファーレン県やライン県の知事に就任し、ヒアウグスタと共にコブレンツ選定高級殿で暮らした。これ以降、自由主義的なアウグスタヒの影響で自由主義派の学者と信仰を深め、兄王と対立を深める中、州法党など、 自由主義的保守派がビルヘルムを取り巻くようになった。アニオの周りには、レオポルト・フォンゲルラッハラ保守派の側近グループ、カマリラが取り巻いていたため、ビルヘルムもアニオとの違いを強調するために、形式的に自由主義的な主張を行うようになった。クリミア戦争中の1854年には、新英物を主張していた、州法等の面々が進路を主張するカマリラによって、 官職辞職に追いやられ、これにより、プロイセン政府は、英仏と距離を、州法等に近しいビルヘルム王子はこれに反発して一時バーデンバーデンへ移っている。しかし、ビルヘルム王子は自由主義派のように、反動の本拠地ロシアと戦争を従っていたわけではなく、東方の友好国ロシアがこれ以上戦争継続に、前のめりにならないよう牽制従っていたのだった。年に、 元帥を有する上級大将に昇進の上、マインツ要塞の知事となった。1858年頃の摂政ビルヘルム1857年秋になると、兄をフリードリヒビルヘルム4世の精神病が悪化して、精神錯乱状態に陥った。プロイセン憲法上ビルヘルムが摂政に就任するべきところだったが、完全なる君主権を有する摂政ではなく、 国王代理人とすることで国王の従来の方針にビルヘルムを縛り付ける意図だった。ビルヘルム派はこれを憲法違反として批判し折衝の設置を要求した。ビルヘルム当人は国王代理人職を神から与えられた使命と感じて改諾し、この地位に泊まる限り自分独自の政策を実行する意思はなかった。兄王の 善良な人柄と義士の王妃エリーザベトへの思いやりを念頭に行動することを心がけていたという。1858年1月、4月、7月と3ヶ月の期限を迎えるたびに国王の直所によってビルヘルムの国王代理人職が更新された。マントイフェル首相はできる限りこの状態を継続させたかったが、法省や議会から憲法上の根拠の乏しさを追求され、 党とうとう内閣でも、摂政を設置すべきとの意見が多数派となった。10月7日に至ってついに、ビルヘルムを摂政に任じる直所が出された。兄王は、政治的遺言者の中で、憲法を宣誓すべきではない。立憲体制を否定するクーデターを起こすべきと、ビルヘルムに要求したが、ビルヘルムはこれを無視して、摂政就任後の10月26日に議会において、憲法宣誓を行い、 立憲統治を宣言した。ビルヘルム王子党人はカマリラに対する粛清人事を避けたがっていたが、カマリラ王に組むアウグスタヒの強い希望や、公認の首相として、プロイセン王家エンツオレルン家文家、ジグマ林ン,ン家のカール・アントン公を確保できたことなどにより、内閣の完全入れ替えを決意し、11月6日にマントイフェル内閣に会議を申し渡した。こうして、カール・アントン公を、 首相、ルドルフ・フォン・アウエル・スバルト・を副首相とし、州法等も入閣した自由主義的保守派貴族の内閣が発足した。新時代内閣は、マントイフェルやゲルラッハの頃の絶対主義体制と、決別し、議会を尊重する姿勢を示した。とはいえこの内閣は完全な自由主義ではなく、君主を議会から独立させることに固執するなど、保守的傾向も示した。 ビルヘルム自身も内閣に提示した、統治考量の中で改革について、恣意的なもの、時代の所要性に逆行するものが示される部分には、最新の改革の手が差し伸べられねばならないと表現するにとどめた。また、ビルヘルム王子は、カマリナを政府や宮廷から追放しつつも、軍の実力者である軍事内局局長、エドビン・ホンマンとイフェル中将は留め置いた。 マントイフェル中将は徹底した王権史上主義者であり、王権の擁護者たる軍部による独裁政治を起とする人物だった。そんな彼が軍全体を掌握する地位に止まったことは、新時代内閣にくさびを打ち込んだに等しかった。ビルヘルムから軍政改革を任せられていたアルブレヒト・フォン・ローン。当時のプロイセン軍政は解放戦争以来の旧態、依然とした状態が続いており、 改革は急務と考えられていた。ビルヘルム王子も兼ねてから、側近の参謀将校、アルブレヒト・フォン・ローンに、軍政改革案を立案させており、上記の統治考量の中でも、軍政改革の必要性を訴えた。1859年11月には、ローン案の軍政改革に、消極的だった、新時代内閣陸将、グスタフ・フォン・ボーニンを、 軍の人事権問題に絡む問題で辞職させ、ローンを公認の陸上に据えた。そして同年12月3日の閣議に、軍政改革案を提出させた。この軍政改革案は、徴兵数増加と3年兵役の維持とラントベアから、野戦軍の機能を除くことを中心としていた。当時のプロイ戦軍では1814年兵役法により、兵役3年が定められていたが、 財政状況から兵役が2年もしくは2年半に現じられていた。ビルヘルムには、新兵は最初の2年間教練に圧倒されており、3年目に入って初めて軍人の尊厳や職務の重大性、軍に必要不可欠な身分精神を自覚するようになる。ヨーロッパにおいては、軍人のこの身分精神構想が革命や自由主義勢力から王位を保護するという持論があり、 三年兵役制の短縮は国民を兵士ではなく教練を受けた農夫にしてしまうとして断固反対であった。同様の理由からラントベアにも批判的であった。ラントベアは1813年の対フランス海戦に際して常備軍の兵力不足を補うために創設された常備軍に所属しない軍隊だが戦後もフランスの報復に備えるためとして 東プロイ選週議会がこれを存続させた。国王の命令によらずに創設されたため国民的、ナショナリズム的な要素を持つようになり、1848年革命鎮圧の際に国王の動員令に応じなかったほどである。そのため1848年革命の鎮圧者であったビルヘルムは、ラントベアを兵士であることより選挙民であることの意識が強いと、みなし、 不信感を持っていた。ビルヘルムの軍政改革はこのラントベーアを野戦軍ではなく、常備軍の兵団要塞守備などを担当する、交尾軍とするものであった。オルミュッツ協定の屈辱の教訓から、プロイン州議員の自由主義派議員たちも、軍備増強には賛成であり、徴兵数増加には反対しなかったが、長い兵営は、国民の自由と所有権に対する、経済的な侵害、 ラントベア縮小は国王と貴族の権力上昇を目的としていると考えていた。そのため1860年1月12日に招集された衆議院軍事委員会は軍政改革案について徴兵数増加には賛成しつつ3年兵役制とラントベアの野戦軍からの分離多額の経費に反対した。軍の組織については国王と立法、 軍の編成については、国王と継続行政の管轄であり、兵役義務は組織の問題なので立法が必要という点は、政府も自由主義派も共通認識だったが、政府の見解ではそれはすでに1814年兵役法により定められているのであって、国王はその枠内であれば、議会の協賛がなくても統帥権に基づいて自由に兵力決定を行えるという立場であった。 したがってビルヘルムは、軍政改革を拒否している。衆議院は、国王の統帥権を看板していると理解していた。ただし、軍政改革のうちラントベーヤを野戦軍から分離するという案は、兵役法に反しており、これを統帥権の名のもとに強行することは、命令による法律の改正に当たるため、後に、衆議院で違法行為として追及される。陸軍省も、この点を指摘していたが、 ビルヘルムは取り合わなかった。政府は、軍政改革は、国王の統帥権により当然に実施されるものとして、議会にはその予算問題のみかけることとし、陸軍大臣に900万ターレルの使用を認める、暫定法案を議会に提出した。衆議院の自由主義者たちはこの金額では3年兵営規制は、実施できないし、短期間ごとに、 軍政改革予算を特別経費として議会が審議することを状態化するチャンスと考えた。また、ビルヘルムの提案を拒否しすぎて、彼を完全に保守陣営の側に追いやりたくはなかった。そうした意図から自由主義議員が賛成に回り、暫定法は1860年5月15日の衆議院本会議において、ほぼ満場一致で可決された。 ビルヘルムはこの大佐の可決を単純に、軍政改革は、国民代表からも支持を得ている証拠と理解し、意気揚々とこの経費を使って、新連帯編成に着手した。1861年1月2日に、兄をフリードリヒ・ビルヘルム4世が崩御し、摂政ビルヘルムが63歳にして、正式にプロイセン国王に即位した。1月18日には、 統帥権行使に関する直例を発令し、軍事予算、軍事行政に関わる問題に関してのみ国王は、陸軍大臣の復章を必要とすることとし、軍勤務事項と軍人事については、陸軍大臣の復章不要とすることで軍を議会の影響から遠ざけた。この直例は1919 19年10月まで存続し、プロイセンとドイツ帝国の大元帥の統帥権の基礎となった。 ビルヘルムは1月14日に国王として初めて招集した衆議院の会員式の直後の中で国民代表が軍政改革を協賛することを要求した。しかしこの会期ではすぐに国王と衆議院の対立が始まった。政府は軍政改革問題について国王の統帥権により当然に実施されるものとしてこれを特別な経費とせず一般会計予算に計上しようとしたが 衆議院軍事委員会は、先の暫定法の措置はあくまで暫定的措置であることを強調し、また、ラントベアは1814年兵役法により、定められている制度であり、これを国王が命令で勝手に改変することはできない、点を指摘した。本会議での議論は紛糾したが、最終的には自由主義右派の主導で、政府原案の61年史半期の、 軍政改革経費490万ターレルから75万ターレルを削減し、特別会計予算として決議した。同時に、軍政改革のために取られた措置を継続させるには1814年兵役法の改正が必要であるとする見解を圧倒的多数で決議した。これに対して、陸上ローンは、改正法案は提出するが、それは政府が自らに課した義務であり、 議会に対して政府が拘束される義務ではないと理解していると述べて衆議院を牽制した。ビルヘルム自身は形式にはこだわりはなく6月5日の閉院式の直後で承認の形式は偉大なる措置の生命原理に関わる問題ではないので私はこれを無視すると宣言した。10月28日にフリードリヒ一世の前例にのっとって ベルリンではなくケーニヒスベルクのケーニヒスベルク城で、大冠式を行った。参列した、衆議院議員一同に向かって、王権侵受説の直後を述べ、自由主義勢力を牽制した。1861年11月19日と12月6日に、衆議院選挙が行われたが、自由主義左派のドイツ進歩党が109議席、自由主義右派が95議席、 カトリック派が54議席、自由主義中央左派が52議席、ポーランド人派が23議席を獲得した。一方保守派はわずか15議席だった。この衆議院の勢力図では、政府の軍事法案が可決される見通しは皆無だった。1862年1月14日に召集した衆議院は、予想通り進歩党の主導で3年兵役規制を拒否した。また進歩党、 中央左派、ポーランド人派の賛成により、予算の細目化を求める採択がなされた。この情勢から、軍政改革続行不可能と判断した、新時代内閣は3月8日に、ビルヘルムに辞表を提出した。これに対してビルヘルムは、大臣人免権はあくまで自分にあり、衆議院にあるのではないと考えていたため総辞職を拒否し、3月11日に衆議院を解散した。 しかし、自由主義右派系の閣僚たちは、議会内の自由主義右派勢力と協調して進歩党に対抗する必要があると主張し、軍制度と大臣責任法の改正、62年度予算案、歳目化、軍政改革費用削減を要求し、保守派閣僚と内部構想を起こした。ビルヘルムが保守派を支持した結果、自由主義右派閣僚たちは辞職し、 新時代内閣は崩壊した。ビルヘルムは新内閣のトップを高貴なもので飾りたいと願い、政治から離れていた、アドルフ2ホーエンドウェイムエルフィンエン公爵を首相とした。新時代内閣からの残留である、陸将ローン、外将アルブレヒトフォン・ベルンストルフ伯爵、増将アウグストフォンデアハイト男釈が内閣の中心であった。特にハイトが事実上の内閣の指導者であった。 しかし4月28日と5月6日に行われた解散総選挙の結果は一層壊滅的であった。保守派の議席は11議席にまで落ち込み、軍政改革に賛成したカトリック派や自由主義派も、それぞれ28議席、65議席と議席を大きく落とした。反政府派の急進的自由主義者である新ポ党と中央左派は躍進し、それぞれ135議席、 96議席を獲得した政府と衆議院の協調の可能性は一層なくなった。1862年8月4日の衆議院予算委員会は、軍政改革の予算について財政における軍事返帳が過ぎるゆえに特別会計としても認められないと決議した。しかし、委員のうち進歩党のカールトベステン。 中央左派のフリードリヒ・シュターベンハーゲンとハインリヒ・ホン・ジーベルの三者はドイツ問題解決のため軍の強化自体は必要不可欠と考えておりまた葬儀が激化してビルヘルムが強行保守内閣を誕生させる恐れがあることから政府と妥協する必要があると考えていた彼らは平益2年と多少の軍事予算減額だけを条件とした妥協案を提出したビルヘルムに 妥協の意思はなく、彼は衆議院を無視して、無予算統治で、軍政改革を強行する決意を固めたが、ハイトが無予算統治は、憲法上の根拠がないとして反対した。さりとて解散しても良い選挙結果になる見通しは、なかったので、陸上ローンは、上記の妥協案で妥協する決意をし、9月17日の衆議院本会議でそれを発表した結果、衆議院も、 融和的な空気になった。しかし同日の国王臨席の閣議において閣僚たちが次々と妥協案に賛成する中、ビルヘルムは3年兵役制が拒否されるのであれば退位する旨を宣言した。この脅迫に閣議の空気はすっかり変わり、ハイトとベルンシュトルフを除く全閣僚がビルヘルムの無予算統治路線を無条件で支持する旨を表明した。ローンは翌18日に 前日の妥協案を飲む、胸の発言を撤回し、それに激怒した、衆議院は再び政府と徹底抗戦の構えを見せ、妥協案を圧倒的多数で否決した。これに対して、弟カール王子や自重部官庁、グスタフ・フォン・アルベンス・レーベン中将、軍事内局局長、エドビン・ホンマンとイフェル中将らは、衆議院に対する軍事クーデターを起こすべきことを、上奏した。 一方内閣指導者敗とはなおも平役2年で妥協するよう進言し続けた。ビルヘルムにはクーデターの意思も妥協の意思もなく退位の準備を開始した。しかし皇太子フリードリヒは父の退位を監視していた。9月19日の閣議も内閣は分裂状態であったが国王の退位は王権の継続的弱体化を招くとしてビルヘルムの退位を監視することでは一致した。 この閣議の後に、ハイトは無予算統治を行おうとする内閣には、所属できないとして、辞表を提出したので、ビルヘルムは辞職を許可し、内閣は指導者を失って事実上崩壊した。首相夫フォン・ビスマルクこの危機的状況を前に、陸上ローンは、独断で次の首相候補としてチューパリ大使ビスマルクを、ベルリンに召喚した。ビルヘルムとビスマルクは9月22日に、 バーベルスベルク利休で会見した。ビルヘルムは、軍政改革を断行する勇気のある大臣が、現れないのであれば、退位する旨をビスマルクに伝えたが、ビスマルクは、自分は王権に尽くす中心であり、軍政改革を断行し、議会が承認しないなら、無予算統治を行う覚悟であることを表明した。これを受けて、ビルヘルム一世は、それならば、貴械と共に戦うのが私の義務である。 私は退位しない。と述べ、退位の意思を撤回し、ビスマルクを首相に任命した。王妃アウグスタはビスマルクを嫌っていたが、ビルヘルムは9月23日の彼女への手紙の中で、軍隊再編を取り消そうとする衆議院は、軍と国に破滅を命じているに等しい。そういう鉄面皮に対抗するために、同じ鉄面皮を投与することを、私はためらわないし、 ためらってはならないのだとその心境を表明している。首相となったビスマルクは9月30日の衆議院予算委員会で鉄血演説を行って、ドイツ統一のためには軍備拡張が必要であることを語り、進歩等のドイツナショナリズムを高めて政府の軍政改革を支持させようとしたが、失敗し、逆にビスマルク批判が高まった。この演説があった際、ィルヘルムは家族を伴って、 バーデンの温泉地で保養中だった。王妃、アウグスタや娘婿のバーデン大公がビスマルク批判をビルヘルムに聞かせたが、ビルヘルムは首相人免権への介入をきっぱりと拒否したというが決議されて1862年以来の無予算統治が全て免責されて集結している。1863年8月3日、オーストリアがスタインで西養中だったビルヘルムは、オーストリア皇帝、 フランツ・ヨーゼフ一世からフランクフルトで行うドイツ諸公会議への出席を要請された。この頃オーストリアは大ドイツ主義的なドイツ連邦、改革案を提起しており、会議はそれについて話し合うためであった。ビスマルクの頭越しに君主間で申し入れられた要請だった。ビスマルクはこの会議への出席に反対の意を示し、ビルヘルムに欠席するよう激しい圧力をかけた。 オーストリア皇帝は予定通り8月17日から諸公会議を開催しその会議でビルヘルムに出席を要請する決議を採択したビルヘルムと親しい関係にあったザクセン王ヨハンがこの要請をバーデンバーデン滞在中のビルヘルムのもとへ届けに来たビルヘルムとしても立場を明確にする必要に迫られビスマルクに25名の統治者が集まっているのに一人の 国王だけが休止として訪れるのは問題があると述べて出席する意思を示した。しかしビスマルクはなおも反対し、辞職を脅しに使ってビルヘルム一世の説得に当たった。この際の論争はかなり激しいものであったらしく、ビルヘルム一世は興奮のあまりむせびなきし、ビスマルクも国王の部屋を退出した後、自室で洗面器を粉々にしてストレス発散したという。 しかし結局ビルヘルム一世が折れた問題となる連邦体制の変革についてまたその変革とプロイセムの力に見合った正当な地位及び国民の正当な利益について詳細な検討が加えられた時に初めて決意を固めることができます。私は私の国とドイツの大義に対して私が負う責任ゆえにそのような検討が加えられる以前に 私を拘束するような言命を連邦諸公に与えることはできませんとして出席を拒否した。そしてその後、ビスマールクはドイツ議会の設置要求を盾にオーストリアの大ドイツ主義的連邦改革案を撤回させることに成功したアルゼン島上陸作戦の先行に対して授与されるアルゼン十字章ビルヘルム一世の横顔が刻まれている北ドイツのシュレースビヒ公国。 ホルシュタイン公国、ラウエンブルク公国の3公国は、デンマーク王が、同訓連合で統治していたが、住民の大多数が、ドイツ系であるため、デンマークからの独立運動が発生していた。デンマーク側も第一次シュレースビヒ・ホルシュタイン戦争の、時に結ばれたロンドン議定書に違反して、シュレースビヒ公国の併合を起としていた。1863年11月に、クリスチャン旧世が、 デンマーク王に即位すると、これを認めない、アウグステンブルク公フリードリヒが参考国の継承権を求めて放棄し、参考国やドイツ諸法のドイツナショナリズムの支持を獲得するに至った。高まるドイツナショナリズムを背景に、王妃、アウグスタ、フリードリヒ皇太子夫妻、シュライニッツ宮内大臣、ゴルツ、ベルンシュトルフなど、宮帝自由主義派の活動が再び盛んになった。彼らは、 アウグステンブルク公を支持して中小報告の運動の先頭に立つことでドイツ連邦内におけるプロイセンの派遣を確固たるものとすべきと主張していた。ビルヘルムもそれに影響を受けた。またアウグステンブルク公がプロイセン軍将校であったこともビルヘルムが彼に交換を寄せる要素だった。一方ビスマルクは アウグステンブルク公の独立広告を認めれば、反プロイセン的自由主義報告が一つ増えることになるだろうと考えていたので、この地をプロイセンに併合したがっていた。しかしそれは国際的にも国内的にも支持を得られないのは明らかだったので、差し当たってデンマークにロンドン議定書を守らせるという立場を取った。この問題はビルヘルム一世が 政治路線をはっきり示した珍しいケースであったが、結局ビスマルクに列強と対立しないためには、ロンドン議定書を守らねばならないと説得された。ロンドン議定書の署名国である、広島両国はデンマークに、ロンドン議定書を守らせるべく、1864年2月より、第二次シュレースビヒホルシュタイン戦争を開始した。ビルヘルムは、自らが、 軍政改革で育て上げたプロイセン軍がデュッペルボールイ攻略とアルゼン島上陸に戦果を上げたことを大いに喜んだ。戦争は同年8月までに広島連合軍の勝利に終わった。戦争の経緯の中でロンドン議定書はいつの間にか破棄され、参考国は広島両国が共同で統治されることになった。1865年8月には広島両国の間で ガスタイン条約が締結され、シュレースビヒをプロイセン、ホルシュタインをオーストリアが管理し、またラウエンブルクのオーストリアの権利はプロイセンに売却されることになった。このラウエンブルク獲得の功績で1865年9月15日に、ビルヘルムはビスマルクに白尺位を与えている。ケイニヒグレーツの戦いシュレースビヒとホルシュタインの支配権をめぐって、 プロイセンとオーストリアの対立は深まった。ビルヘルムは、英国女王ビクトリアに仲裁を頼むなど、オーストリアとの和解を希望していたが、ビスマルクにその意思はなかった。また、ビスマルクと同様にビルヘルムも、シュレースビヒとホルシュタインの併合を断念する意思はなく、それが是認された上での和解を考えていたので、英国女王ビクトリアが、この併合を侵略とみなしていた以上、 ビルヘルム一世の希望通りの和解が成立する見込みはなかった。ビスマルクが1865年2月に発した2月宣言をオーストリアが拒否した事件をきっかけに、ビルヘルムもオーストリアへの不快感を強め、親王派のマントイフェルの上層を退りける形で、5月29日の午前会議において、両公国の併合は国民が求めていることであると宣言した。 さらに両広告に対する彼の主権がオーストリアによって妨害されているというビスマルクのことを信じて1866年6月9日にプロイセン軍をホルシュタインへ進駐させた。これによりオーストリア・バイエルンの主導でドイツ連邦軍を動員する決議がなされビスマルクはプロイセンをドイツ連邦から脱退させた。それがきっかけとなって広島戦争が勃発した。 戦況は、ケーニヒグレーツの戦いに、プロイセン軍が勝利したことで、プロイセン優位に傾いた。ビルヘルム一世は、開戦前は、オーストリアとの戦争に慎重だったが、ケーニヒグレーツの勝利に舞い上がって、将校たちと同じように、ウィン入場を希望するようになっていた。しかし、フランス皇帝ナポレオン三世が、講和交渉を圧戦すると介入してきた。 ためプロイセンも講話に入る必要に迫られた。その講話をめぐって、ビルヘルム一世とビスマルクは7月22日から、ニコルスブルクの大本営において鋭く対立した。オーストリアはナポレオン。しかし、ビルヘルム一世は、ザクセンがこの戦争の主犯と考えており、オーストリアとザクセンの領土を削減したがっていた。一方、スマルクはオーストリアを将来にわたるまで敵としないため、 オーストリアの要求をのみ、この二国の領土には手出しすべきではないと主張した。代わりに、フランスが併合を許可していたザクセンを除く北、ドイツ的国を併合すべきと主張した。しかし、ビルヘルム一世は政党主義の立場から君主化の廃絶を嫌がり、また、主犯格が無罪方面にされて、ハノーファーやヘッセン選定公国だけが併合されることに納得しなかった。 これに対してビスマルクはオーストリアが納得できる条件でなければ、第三国の介入なしには、戦争を終結させられなくなると反論した。この論争も激しかったらしく、皇太子フリードリヒによると、ビルヘルム一世の部屋を退去したビスマルクは、ビルヘルム一世から受けた言葉に傷ついて、皇太子の前で泣き出し、再び、ビルヘルム一世の元へ散大することを恐れていたと言う。 皇太子もこの問題については、ビスマルクと同意見だったので、ビスマルクを慰めて二人で、ビルヘルム一世のもとへ参大して、説得に当たった結果、ようやく7月24日にビルヘルム一世が折れたという。7月26日にニコルスブルク仮条約が締結され、8月23日にプラハホン条約が締結され、広島戦争は終結した。それでも不満が残っていた。 ビルヘルム一世は、ビスマルクの憲白書の乱外に、軍隊と国家が期待して、当然のもの、つまり、オーストリアからの莫大な賠償金と我々の主目的を危うくしない、満足のいく新たな領土を、敗者から獲得できないなら、勝者はウィーンの指紋の前で熟していないリンゴをかじり、その審判を後世に委ねなければならないと書き込んでいる。 1870年頃の北ドイツ連邦主席、ビルヘルム一世、広島戦争の勝利により、オーストリアが連邦議会二長国を務めていたドイツ連邦は解体され、1867年7月に、プロイセン王が連邦主席を兼務する北ドイツ連邦が樹立された。この時から、すでに連邦のトップは皇帝にするべきという意見があったが、フランスとバイエルンへの配慮からビスマルクは、 連邦主席という無難な名前にした。しかし、連邦主席の権力は強大であった。北ドイツ連邦憲法によれば連邦主席は北ドイツ連邦軍の統帥権を有し、プロイセンの軍事立法はすべての連邦加盟国にも適用されると定められていた。連邦に軍事に関する省庁は設置されず、プロイセンの軍事機関が北ドイツ連邦軍を支配下に置いていた。 連邦の陸軍省が存在しないゆえに、連邦主席の統帥権は、プロイセン王としてのそれより強大であった。また、連邦主席は、公共の安全が脅かされていると判断したときは、戒厳令を発する権限を有した。この際に、ビルヘルム一世は、憎き市民的なラントベアを、正規軍に従属する交尾軍に編成返し、軍隊から民主的な要素を消し去ることに成功した。 1868年9月に、スペイン女王イザベル2世が、フアンプリム将軍らスペイン軍部のクーデターにより、王位を追われ、プリム将軍らは次のスペイン王の選定を開始した。ホーエンツォレルン家の分家であるジグマディンゲン家のカール・アントン公の息子レオポルトが候補者として、浮上した。他のスペイン王候補がダメになり、1870年2月26日に、スペイン数密顧問官 エオセベオデ・サラザールが、レオポルトのスペイン王立候補を要請する、カール・アントン・コーアテの公敵、秘密裏の手紙を持って、法広ししたことで、レオポルトのスペイン王即位の話がいよいよ、現実課題になった。ビルヘルム一世は慎重だったが、ビスマルクは彼に、ハプスブルク家のスペイン王カール五世のことを思い起こさせ、もし、ホーエンツレルン家が、スペイン王冠を継げば、 ホーエンツォレルン家は、ハプスブルク家に匹敵する高い世俗的地位を得ると、述べて、説得に当たった。ビルヘルム一世はなおもしばらく反対し続けたが、結局5月24日になって、ホーエンツォレルン家の者が、他国の王位を継ぐことになったとしても止めないと、ビスマルクに厳命を与えるに至った。6月半ばにはレオポルトも立候補を決意し、ビルヘルムはそれに承諾を与えた。 しかしタイプロイ戦強硬派のフランス外相アジェノールド、グラモン伯爵はこれに強く反発し、7月6日のフランス会員でその件についての演説を行い、いかなる手段を持ってもこれを阻止することを宣言した。ビルヘルムはフランスの強硬姿勢を危惧したが、国王である自分が他国の顔色を伺うために、レオポルトに立候補をやめるよう命じるのは王としてのプライドが許さず、 レオポルト自らが立候補を辞退することを希望した。ビスマルクに独断でジグマリンゲンに使者を送り、その胸をカール・アントン公に伝えた。これを受けて7月12日にカール・アントン公はレオポルトが立候補を断念した旨を発表し、ビルヘルムはそれに承諾を与えた。1870年7月13日、バート・エムスの散歩道、ビルヘルムと 中毒フランス大使バンサンベネデッティ伯爵、不服戦争の原因となるエムス憲法事件のきっかけとなった会談の様子。ビルヘルムはこれで危機は収束すると思っていたが、フランス国内はそれだけでは満足しなかった。ナポレオン3世もビルヘルム本人からレオポルトのスペイン王立候補への反対、また将来にわたっても立候補をさせないという現地を、 取らねばならないと考えて、中プロイセンフランス大使ワンさんベネデッティ伯爵を、ビルヘルム一世が保養中だったバート・エムスへ派遣した。ベネデッティは7月13日朝、バート・エムスの散歩道を歩くビルヘルム一世に、随伴して、会談を行い、レオポルト立候補中止を明確に宣言すること、レオポルト立候補に承諾を与えた行為は、フランス国民の利益と名誉を害しようという意図で、 行ったものではなかったと宣言すること、再びレオポルトが立候補する場合には、反対すると明言することを求めた。ビルヘルム一世は、すでに、カール・アントン・公が彼の息子が立候補を断念した、ことを確認している。私は、以前に、彼の立候補を承諾した時と同じ意味、同じ規模でそれを承諾するとだけ述べて、フランスに何か、弁解的な宣言を出すことは拒否した。 そして後に自重を通して、現時点の情報でベネデッティに言うことはないとしてこれ、以上の陰権は拒否した。そしてこの経緯を伝報で、ビスマルクに伝えさせ、それを公表すべきか否か、公表する場合どのように公表するかの判断を彼に一任した。ビスマルクは、フランス大使は、エムスで陛下に対して、ホーエンツォレルン家が改めて、スペイン王に立候補する場合、 将来にわたって二度とそれを承諾しないと宣言することを求めた。その後陛下はフランス大使を隠見されることを拒否され、自重を通してこれ以上何も言うことはないとフランス大使に伝えられた。と発表した。これ以上何も言うことはないの意味を簡略化して伝えることで交渉の余地はないという意味かのようにすり替えていた。ビスマルクの発表した電報を見たビルヘルム一世は、 これでは戦争になるぞと叫んだという。首相、ビスマルク、参謀総長、モルトケ、陸軍大臣ローンらを引き連れて前線視察するビルヘルム一世イメキシコ出兵の失敗でそれでなくとも政治基盤が不安定になっていたナポレオン三世とその政府はこのような伝報を発表されては戦々布告以外に政治的に延命できる可能性はなかった。 フランスは7月14日にも動員に入り、7月19日にはプロイセンに宣戦布告した。普段反プロイセン的な南ドイツ諸法、フランスを横暴な要求を行って一方的に宣戦布告してきたものに仕立て上げることで、国際的な批判をフランスへ向かわせ、ドイツナショナリズムを爆発させて、南ドイツ諸法国をプロイセンに取り込んで、小ドイツ主義統一を行うというビスマルクの 思惑通りの展開となった。7月31日に、ビルヘルム一世はビスマルクを伴って、マインツの大本営に入り、そこから全ドイツ軍の指揮を取った。フランス側は北ドイツ連邦軍と、南ドイツ諸報国軍の分裂状態を内心、期待していたが、無駄であった。ドイツ核報国軍は、ドイツナショナリズムによって、ビルヘルム一世の指揮下にしっかりと結合されていた。 8月11日に初めてフランス領へ入ったビルヘルム一世は私は兵士に対して戦争を行っているのでありフランス市民に対してではないと宣言した戦闘は激戦続きながらドイツ軍優位に進み9月1日のセダンの戦いの勝利でナポレオン三世と8万7000のフランス将兵を捕虜にした9月2日朝にまずビスマルクが ナポレオン三世と会談した後、ナポレオン三世は馬車でビルヘルム一世のもとへ移送された。ビルヘルム一世はナポレオン三世の憔悴した姿に同情し、幽閉の扱いながらカッセル近くのビルヘルムス兵へ、城を与え、身の回りの世話をする自重たちをそのまま連れて行くことを許した。ビルヘルム一世の恩情のおかげで、ナポレオン三世は補修になっている間も快適に、 過ごすことができ、病気だった体も健康を取り戻した。ナポレオン三世が捕虜になったことで、パリで革命が発生してフランス第二帝政は崩壊し、共和制の臨時政府が誕生した。フランス臨時政府は、ビスマルクの要求したアルザスロレーヌ地方の割譲を拒否したため、ナポレオン三世が捕虜となった後も戦争は続行され、ドイツ軍は9月19日にはパリを包囲した。 ベルサイユに大本営が移され、ここでビスマルクはドイツ各報告代表と戦後のドイツ統一に向けた交渉を行ったが、バイエルン王国には大きな自治権を認めざるを得なかった。軍事に過去とあるビルヘルム一世は、バイエルン軍への彼の指揮権が平時には佐越権に落ちることに最も反発していたが、結局しぶしぶ認めた。またこの交渉で新たな国名は、連邦ではなく、 ドイツ帝国、またその名手は連邦主席ではなく、ドイツ皇帝とすることが決まった。皇帝即位宣言は、出生軍統領選出制度などの宣例に習って、敵地のベルサイユ宮殿で行われることとなった。ドイツ帝国の成立百8 7 1年1月18日に、ベルサイユ宮殿教の間で諸公や軍人たちが集まる中、ビルヘルム一世は、ドイツ皇帝に即位した。 しかしそもそもビルヘルム一世は皇帝位につくことを嫌がっていた。プロイセンがドイツに吸収されると恐れていたためである。彼は1870年9月にドイツの定官を王冠と表現し、そのようなものを栄光あるプロイセン王冠と交換するつもりはないことを明言した。またもし皇帝位を受けるとしても1849年の時のように、 ドイツ帝国議会の選出によって、定官を受けたくなかった。王権神授説の心情から、定官は王公たちから衰退されて受けることを希望していた。この点についてはビスマルクも異論はなかった。ビスマルクは、バイエルン王国と交渉を進め、バイエルン王ルートビヒ二世が、衰退者になるよう取り計らった。これについて、ビルヘルム一世は正当性の形式が保たれることを、喜んだ。 それでも、皇帝即位に慎重なビルヘルム一世に圧力をかけるべく、ビスマルクは北ドイツ連邦帝国議会に、称号問題を図り、首相代理に、バイエルン王の書簡を読み上げさせた。議会は、議員30人を使者にして、ベルサイユへ派遣し、ドイツ皇帝の冠を受けるようビルヘルム一世に、要請した。あらゆる方面から、皇帝即位を望まれる形となった。 ビルヘルム一世も、ついに皇帝に即位することを承諾した。しかし皇帝即位の前日になって、ビルヘルム一世は、皇帝の正式名称について、ドイツ皇帝ではなく、ドイツラントの皇帝とすることを望んだ。ドイツという就職後がプロイセンを吸収しているように、感じたためであった。だが、今更変更するわけにもいかず、ビスマルクやバーデン大公フリードリヒ一世が、 ビルヘルム一世の説得に当たったが、ビルヘルム一世は泣きながら、明日は我が生涯で最も不幸な日だ。プロイセン王国を墓に葬るのだから、そんなことはフリッツにやらせろ。彼なら誠心誠意その役職をやり遂げるだろう。私はごめんだ。私はプロイセンに泊まると述べて大冴口にした。しかし鏡の間で皇帝即意識が行われることはすでに、 国内大臣から布告が出されており、ビルヘルム一世の義務心の強さを知っているビスマルクは、どのような形になったとしても、ビルヘルム一世が欠席することはないだろうと、確信していたので、皇帝称号問題は、ドイツ諸侯を代表して、祝辞を述べる予定のバーデン大公に任せてそれ以上こだわらなかった。結局、ビルヘルム一世は、皇帝即位式に出席した。なお、即位式にあたって、 鏡の間に玉座を取り付ける計画があったが、他のドイツ諸侯に配慮する、ビルヘルム一世がこれを禁じた。また、即位式の際にも他のドイツ諸侯たちを自分と一緒に、壇上に上げて君主は同格であることを示す配慮を、している。ビスマルクが進化を代表して、ドイツ帝国成立の布告を発し、それ以外の軍神は武器をかざして、万歳と叫んだ。しかしこの時、ビルヘルム一世は、 皇帝称号問題で、ビスマルクに強い怒りを抱き続けていた。そのため、壇上を降りる際、先頭に立つビスマルクを無視するように通り過ぎて、その後ろに並ぶ軍人たちとだけ握手した。その後もビスマルクには一言も声をかけなかった。ビスマルクによれば、ビルヘルム一世のビスマルクを冷たく無視する態度は、この後も数日続いたというが、やがていつも通りの関係に戻ったという。 晩年のビルヘルム一世の肖像がドイツ統一を成し遂げたビルヘルム一世の人気は不動のものとなり民族的英雄バルバロッサになぞらえてバルバブランツァと呼ばれるほどだったそのためビルヘルム一世一家のドイツ帝国において皇帝商直は非常に大きな影響力があった帝国議会の議員たちの行動にも大きな影響を及ぼしたため自由主義派は皇帝商直を 公然たる、朝鮮、先制君主の後ろに隠れる首相と批判するなど、非常に恐れていた。1871年3月に、ビスマルクに褒装として公爵くらいトラウエンブルクに、莫大な所領を与えた。モルト家には、不婦戦争中に戦功により、白尺位を与えており、1871年6月に、元帥位を送った。プロイセン王は、 プロイセン両方協会主張でもあるが、ビルヘルム一世はこれを自由主義思想が、プロテスタント教会に入り込んでこないよう守るための地位と心得ていた。文化闘争については、それがカトリックへの改革、弾圧に止まる限り理解を示したが、プロテスタントにも影響する場合は許さず、文化闘争の指揮を取った文章アダルベルト・ファルクは、ビルヘルム一世の説得に苦労した。 強制加入の社会保険制度の創出をはじめとした、ビスマルクの社会政策については、否定的だった。特にビスマルクが、社会政策によって労働者と、ドイツ社会主義労働者等を切り離すことに成功した。場合には、社会主義者鎮圧法は廃止されることもあり得るという、見解を示すと、ビルヘルム一世はそれに強く反対し、自分への暗殺未遂事件やロシア皇帝アレクサンドル二世。 アメリカ大統領、ジェームズ・ガー・フィールドの暗殺事件を引き合いに出して、社会主義者鎮圧法は必ず維持するよう命じた。なお、社会保険制度については、ビルヘルム一世は全く関心を持っていなかった。ビルヘルム一世は息子である皇太子フリードリヒと、皇太子妃、ビクトリアの自由主義者ぶりを警戒し、しばしば彼らの長男、ビルヘルム王子の教育に干渉した。ビルヘルム王子は、 この絵装公団に囲まれて保守的に育っており、ビルヘルム一世としても期待するところが大であった。1879年のビルヘルム一世を描いた、肖像が1878年に2度ビルヘルム一世の暗殺未遂事件が発生し、ビスマルクによって社会主義者鎮圧法制定に利用された。最初の暗殺未遂事件は1878年5月11日に発生した。 ビルヘルム一世が娘のルイーゼと共にオープンカーでウンターデン・リンデン通りを通過中に21歳のブリキ職人マックス・ヘーデルが2発発砲したが誰にも当たらなかった。そもそも本当に皇帝を狙ったのかさえ不明で少なくともビルヘルム一世やルイーゼはそういう印象は受けなかったというこのヘーデルはかつてドイツ社会主義労働者等の党員だった。 ビスマルクはこの犯人を社会主義労働者等に結びつけて社会主義者弾圧に利用することとし事件直後に社会主義者鎮圧法案を帝国議会に提案したが議会多数派の国民自由党が例外法に反対するのを原則としていたため5月21日に法案は否決された2度目の暗殺未遂事件は6月2日に発生したビルヘルム一世が ウンターデンリンデン通りを馬車で散策していると、統計事務所で働くカール・エドアルト・ノビリング博士が、鹿狩り用の散弾銃を皇帝に向けて発射し、命中させた。皇帝の出血は激しく、すぐに宮殿へと運ばれた。その後皇帝は、数日間帰得状態になっていたが、なんとか蘇生して5ヶ月の入院生活を送った。犯人のノビリングは逮捕される直前に、 自分の頭に銃を撃ち込んだ。即死はしなかったが、取り調べ不可能な状態になり、9月にはこの傷が元で極中止した。特定の政治思想に熱を入れていた様子もなく、売名欲の模倣犯ではないかと言われた。ビスマールクは、この2度目の皇帝暗殺未遂事件の報告を受けると、それなら帝国議会は解散だと宣言し、その後になって皇帝の容態を気にしたという。 皇太子フリードリヒは放映中だったが、事件を聞いて、急遽帰国した。ビスマルクは、議会の解散に反対するフリードリヒを拙賞に就任させないために1857年の時のように、国王代理に任ずる胸の直所を出させた。フリードリヒには、不満があったが、結局、国王代理を引き受けている。雇用新聞が二人の暗殺犯を社会主義運動に結びつけて、 社会主義への恐怖を煽った結果、解散選挙は保守政党が勝利した。選挙後、保守政党と帝国の敵のレッテルバリを恐れた国民自由党の賛成で社会主義者鎮圧法が可決されるに至った。ベルリン大聖堂に安置される放御したビルヘルム一世1885年5月に病床に付し、放御が取り沙汰されるようになった。その時は何とか回復したが、 ビルヘルム一世は日に日に老衰していった。1886年10月にビルヘルム一世の陰権を受けたフランス大使エルベットによるとビルヘルム一世は立ってはいたが少し動くことにも慎重な様子で思考したり会話したりすることは極めて困難な様子だったという。1887年5月には息子である皇太子フリードリヒも皇頭癌であると医師から診断されている。 ビルヘルム一世は1888年3月にも病床に入ったが、なおも森ヒネを打ちながら執務を続けたという。放御の前日にはビスマルクと軍拡法案の議会対策について話し合っている。放御当日も放御間際まで外交に関する数とごとを語っていたという。ビスマルクにかけた最後の言葉は私はもうダメだ。息子も先は短いだろう。 孫の訓ンをしっかりと補佐してくれ。頼むぞ。であったという。3月9日、ビルヘルム一世は91歳を目前にして放御した。同日ビスマルクが帝国議会において皇帝放御を発表した。その演説の後半は、むせび泣きで何度も途切れ。演説を終えて腰をかけたビスマルクは両手で顔を覆った。演説中議場は完全に静まり返っていたという。 演説後には議員全員で黙祷を捧げたが、これには反君主制を唱える社会主義労働者等の議員も参加している。ビルヘルム一世の奉行後、ベルリン大聖堂の葬儀には約20万人もの進化たちが弔問に訪れた。3月16日には遺言に従って兄の眠るポツダムではなく父と母が眠るシャルロッテンブルク宮殿の霊廟に葬られた。後を継いだ。 フリードリヒ3世も即位後わずか99日で崩御しており、後位はビルヘルム2世に受け継がれた。崩御後、ドイツ各地に数多くのビルヘルム1世像が建立された。多くは、騎馬像である、キフホイザー記念碑やポルタベストファーリカのビルヘルム皇帝記念碑、コブレンツのドイチエスエック、かつてベルリンにあったビルヘルム皇帝国民記念碑などの銅像が著名である。 1884年のビルヘルム一世首相、ビスマルクに行政のほとんどすべてを委ねたように、ビルヘルム一世は主体的に政治を行うことは少なかった。ビスマルクは国王が身を入れて何かやり出すのは反対された場合に限ると語っている。しかし、ビルヘルム一世は首相からの助言であってもそれが納得できぬ説明であれば、 徹底的に検討しなければ受け入れようとはしなかった。それは、自身の両親への忠実さ、真剣な態度の少佐であり、その態度によって広く尊敬された。また、軍人気質の騎士的信条の持ち主であり、嘘をつくことができず、約束を破ることができず、一度決断したなら揺らぐことがなかった。それについてビスマルクは、五老体の腰を上げさせるのは難しいことだったが、 一度、彼から指示を得れば彼はそれを守り通した。誠実で正直で、信頼のできる人物だった。と語っている。心情として、王権侵受説を信奉していたが、他人に対する気遣いを忘れない謙虚な人物であった。彼は実質に絨毯を敷かせて、自分の足音が響かないようにしていた。また、エムス憲法事件の記念碑を、いつも避けていた。それは、 自分の一人の力で成し遂げたことではないことを自戒するためだったという、ビスマルクやモルトケの名声が自分のそれを上回ることを恐れたり、妬んだりするようなこともなかった。ナポレオン三世を捕虜にしたセダンの戦いの戦勝祝賀パーティーでもローンが剣を研いで準備し、前述したように軍隊を革命から王権を守れる唯一のものと考えていたため軍隊を何よりも愛した。 軍と国家という軍を国家に優先させる表現を好んで使用したことにもそれが現れている。軍人気質から自らを律するため思想を胸とし、前線では農家で眠り、卒食も辞さなかった。ホーエンツレルン王家ケレ代の中でも新宮殿を造営しなかった数少ない王の一人である。ブルジョワたちが自らの専用列車を所有していた時代に、ビルヘルム一世はお召し列車は愚かご両者さえ、 持たなかった。ビルヘルム一世とビスマルクビルヘルム一世は1862年9月23日にビスマルクをプロイセン首相に任じて以来1888年3月9日の崩御まで25年以上にわたってビスマルクを首相として徴用し続けた。しかし二人は人間的に引き合うところはなかった。ビスマルクを首相に任命した直後にビルヘルム一世は この男は私には不気味だ。心の内に反発の念を抱かせると語っていた。後世にも、ビルヘルム一世は、このような首相のもとで皇帝であるのはたやすいことではないと語っている。それでも、ビルヘルム一世はビスマルクを帝国にとって私よりも重要な人物であると認め、ビスマルクの幾度もの実職願いを、首相は4人をもって変えがたいとして却下し続けた。 ビルヘルム一世が初めてビスマルクに会ったのは即位前の1835年の社交会であった。当時ビスマルクは司法官司法として裁判所で働いていた。ユンカー出身者で体格もいいのに軍人にならないビスマルクを懸念に思った。ビルヘルム一世は君はなぜ軍人にならないのかと聞いたが、ビスマルクは殿下、私は軍で昇進する見込みがないのですと答えた。 ビルヘルム一世は君が法律方面にどんな良い見込みがあるのか怪しいものだと不満を述べつつもそれ以上問い詰めることはなかった。ビスマルクは軍人が肌に合わず軍隊に入りたくなかっただけだったがネッカラのプロイセン軍人であるビルヘルム一世の機嫌を損ねないよう昇進の見込みがないという理由をでっち上げてやり過ごしたのであった。これは後年まで使われる ビスマルクのビルヘルム一世操縦の手法の典型だった。ビスマルクはビルヘルム一世のプロイセン軍人的な教授を外さないよう真の理由を隠して彼を誘導するのを常とした。イギリス外相クラレンドン伯爵はビルヘルム一世をビスマルクの操り人形とみなして国王ビスマルク一世などというジョークを飛ばしている。だが孫のビルヘルム二世がビスマルクを簡単に 自職させたように、ビルヘルム一世もその気になれば、いつでもビスマルクを罷免できた。クリスティアン・ハフナーは、ビスマルクはビルヘルム一世から常に必要とされるべく、危機を煽り、危機を解決し、成功し続けなければならなかったと評価している。また軍事に関しては、ビルヘルム一世は常に自ら主導権を握ろうとし、ビスマルクが軍事に出しゃばってくることを好まなかった。 軍政改革は、ビルヘルム一世の指導下に断行されたものである。参謀のもとに、軍隊指揮権を置くというプロイセン軍のやり方も、ビルヘルム一世によって確立された。参謀総長、モルトケの人形も、ビルヘルム一世の功績である。ビルヘルム一世の軍政改革がなければビスマルクが、あれほど、軍事的に成功することは難しかったとも言われる。ただ晩年には老衰で、 背広姿のビルヘルム一世、ビルヘルム一世、文久憲王施設官法医、高島助博が、伊藤博文は、明治15年に近代憲法の研究のため、ドイツに滞在し、同年8月28日にビルヘルム一世から賠食を許された。かつて軍政改革の予算をめぐって、プロイン衆議員と対立した苦い経験のあるビルヘルム一世は、この席上で、 日本天使のために国会の開かる量がせず、その件を国会に譲れば内乱の元と知るべしと述べて議会は開かない方が良いこと、開いたとしても議会に予算審議権を認めてはならないことを力説した。これは伊藤にとっては意外のことであったという。しかし伊藤は議会制導入をためらう兆しを見せなかった。伊藤の考えるところでは国民なき国政のもとでは 階級や民族、イデオロギーで引き裂かれて、議会政治は、機能しないが、国民精神の支柱が存在すれば機能し、日本には国民統合の支柱となる天皇が存在するため、議会政治を根付かせることができるのであった。また議会は、不安定な存在だが、議会が破綻した時に、立憲君主が、外から貢献的に救済できる制度があれば、無問題と考えていた。 宮古島ドイツ商船遭難事件とその後の交流も参照明治6年7月9日、宮古島の旧上野村沖にドイツ商船 RJ ロベルトソン号が台風のため座礁した。島の役人と島民がエドワルド・ヘルンツハイム船長以下生存者8人を救出し、その後世話と看病をし続けた。ヘルンツハイム船長らは帰国途中に立ち寄った領香港でドイツ領事に その件を報告し、ハンブルク市帝国首相官房を経て、皇帝ビルヘルム一世の耳に入った。宮古島,島島民の行動に感動した、ビルヘルム一世は感謝の意を示すため、事件の経緯を記した、ドイツ皇帝白藍記念碑と、金銀海中時計四個、望遠鏡四本を同等に送ることに決め、明治九年三月に東アジアに駐屯している、ドイツ軍艦、チクロプ号に、 これを宮古島へ持って行かせた。平良港近くの高台に記念碑が建てられ、3月22日にその除幕式が行われた。この石碑は、その後宮古島の島民にも忘れ去られていった。しかし昭和4年に日本銀行那覇市店長がこの石碑を発見し、検証運動を起こし、昭和8年に文部省が国定教科書の教材を募集していたところ、 この石碑の件が一等に輝いたという昭和11年11月日独防協協定へ向けて日独友好関係が深まる中ドイツ皇帝博愛記念碑60周年記念式典がドイツ大使館員も出席の上で盛大に行われたこの際に上野村にもドイツ商船遭難の地の石碑が建てられた昭和47年11月に沖縄復帰に際して ロベルト・ソン・ゴー救助事件100周年を記念して、白愛記念祭が開催された。平成12年には、九州、沖縄サミットに出席したドイツ首相、ゲルハルト・シュレーダーが、ロベルト・ソン・ゴー救助事件を記念して、上野ドイツ文化村を訪問した。ありがとうございます。